そして7番の佐々木翔司、関東勢の後ろで足を溜める最終日です。赤番で7番手から2番の鈴木信幸が前を抑えにかかります。西日本ラインを通過して9番の伊藤慎を抑えました2番の鈴木信幸、そして5番の三宅達也中段を主張、そして9番伊藤慎車を引いて現在は6番手のイン7番手に下げました。ペースは2番の鈴木信幸が掴んでいまして、5番の三宅達也4番手中段です。そして7番手9番の伊藤慎、鈴木信幸が準決勝戦同様に後ろの仕掛けを待っています。中段では5番の三宅達也が内を救ってきまして、そして9番の伊藤慎がホームでの発進、2番の鈴木信幸がのマーク戦となったのは5番の三宅と8番の佐藤越夫、この2人競り合って3番手をもつれて7番の佐々木翔司、9番の伊藤慎を止めまして切り替えた3番の柴崎利光です。前は固まって最終バック2番の鈴木信幸が先頭だ。5番の三宅達也番手奪い取って1番の高原仁が3番手から追い込んでくる、連れて6番の馬場勇、西日本の3人、先頭5番の三宅達也に変わった、三宅達也合輪、1番の高原仁2着、3着は2番の鈴木信幸。